こちらのお店はお値打ちなランチが食べれるということで大好評です。東のポーク岐阜県産の豚肉を使用し、霜降りが普通の豚肉の2倍、かなり旨味があり甘みがあり美味しい豚肉となってます。ただランチは1500円、そして豚しゃぶコースが2000円とちょっと高いかなという部分もあるんですけど、まあ納得する豚肉が食べられるお店となってます。豚ひつまぶし1000円、はい、豚肉って安くて栄養があり、ぜひ食べていただきたい一品です。こちらが前菜の豚肉の黒酢甘かけ煮です。お酒のおつまみにはもってこい。こちらもポテトサラダです。ポテトサラダはちょっと味がしなくて残念な一品でした。こちらが出汁、黄金出汁、秘伝の出汁でございます。結構薄味ながらしっかりと下味がついてました。こちらがポーのポーク豚肉、手前がバラ肉、奥がロース肉、ロース肉は赤身たっぷり、バラ肉は霜降りで甘み旨味がある一品です。野菜も結構ついて2000円、納得するんじゃないでしょうか。入れ物もさすが一豚という感じですね。夜は2800円とちょっとお高めとなってます。昼のランチはご飯もついていて雑炊もできてとても美味しいです。初めは薄味なんですけど、徐々に味がしっかりしてちょうどいい感じになってます。ただやっぱ豚しゃぶはポン酢で食べるのが美味しいかなと個人的には思っちゃいましたね。やっぱ無難に柚子あん、食い放題の柚子あんがおすすめかなと。ちょっと高級なお肉食べたければこちらの一豚をおすすめします。店内の空間もおしゃれな空間で、接待デート、いろんなシチュエーションにもってこいだというふうに思ってます。ネギに肉を巻いて食べるのがこちらの食べ方だそうです。やっぱ豚肉はちょっとくどいのでネギが相性がいいんでしょうね。違う、ポテトサラダ、駐車場はございませんが、近くに30分100円の駐車場があるので、そちらの方にお止めください。肉寿司も置いてあり最高。肉寿司って結構うまいんだな。岐阜は基本的に豚しゃぶは食い放題の店が多いですね。温野菜や柚子あんなどなど。こちらがデザートのティラミス、抹茶ティラミスですね。こちらの酒のマスに入っていて NS インスタ映えすること間違いなしのデザートです。昼頼むと580円とちょっと高くて手が届かない感じでしたけど、ので店長300円に負けてくれって言いたいですね。お酒も各品揃えがあります。シャトーブリアンのロースカツサンドがついて6000円、これは安い。シャトーブリアンのロースカツサンド結構高いんだな。
名古屋で食べるとそれだけで8000円ぐらいするのに、こちらのお店では懐石の6000円の中に含まれていてお得感バッチし。では、バイチャー。